はい、それでかかりました。ここに蚊が静かだな。あとサイと一緒だよ、レバーの感じは。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。はい、今日も大人気の車紹介のお時間でございます。今日紹介するのは、はい、こちら、はい、トヨタの新型クラウンでございます。以前乗っていたアウディを手放しまして、私の愛車はこの新型クラウンに変わりました。アウディはアウディとても良かったんだけど、まあ、長く乗りたいなっていう思いと、やっぱりトヨタが好きだなっていうことで、新型クラウンかっこいいし、新型クラウンにしました。紹介していきましょう。新型クラウン、これ、レザーパッケージアドバンスみたいな、それにしました。乗り込みをやりますけど、まあ、例えばトヨタだったらハリアーとかはやっぱりちょっと高かったの。でもクロスオーバーは気持ち低かったの。だから乗り込めるギリギリの高さだなって思ってクロスオーバーにしたっていうのもあります。タイヤが今回21インチという、なんかちょっと独特なサイズ感になっております。タイヤの値段がとても高いです。でもせっかくなんで、やっぱり見た目かっこよくしたいなということで21インチにしました。運転席から見ていきたいと思います。高く見えるじゃん、でも乗れるんですよ。はい、こんな感じで今回はブラウンとブラックのカラーにしましたね。オールブラックと、あとちょっとベージュっぽいやつと、黒とブラウンの色が選べたんですけど、本当はちょっとベージュ、白で統一したいなって思ったんだけど、まあ、汚れるだろうなっていうことを考え、今までだからセダンの時にこの車椅子がさ当たってたわけよ、もうここに。だからあんまり中に寄りきれなかった。タイヤがさ中まで入ってくれるからこそ、結構近めに止めることができるようになった。で今回この良かったのはここの素材、樹脂じゃない、なんかゴムっぽい、ほらゴムっぽいね。だからここは当てても傷つかない。今回また地元の業者さんにこの保護フィルムみたいな貼ってもらいました。前回同様、ここの壁のライン見える、ちょうどゴミあると分かると、内側こっからずっと下まで、ここも全部貼ってもらってるの。だから直接ボディに傷つくっていうことが、がっつりドンって言ったら無理だけど、なくなった。乗り込み行きたいと思います。まあいつも通り足を私は先に入れて、よいしょ、こうやって近寄れて、まあいつも通りここ持ってこのまま上がれる、よいしょ、はい、こんな感じでできます。よいしょ、よくよいしょってならなくていい高さでしょ。そう、アウディがね、手放した理由は音のためにもアウディを買ったんだけど、やっぱり乗り込むのに低くて、もうお年寄りはみんなよっこいしょ、あーきついきつい、あー乗り降り大変だって言われて、全然なんか乗ってくれなかったんですよ。みんなしなんか乗んな大変だ、乗んな大変だって、なんでそんなことだなって思って、乗り込みやすい高さにしました。今回一番オプションの中で欲しいなって思ったのはここ、この助手席のシートを運転席側から動かされるっていうのが一番欲しかったな。なぜかっていうと、車椅子の後固定車両がここの助手席さ乗せる時があんなんけど、人の後乗せだって座席の後動かさねうちにみんな降りてしまって、あー車椅子の事件が大変だなっていう時とかがあったのですよ。そういう時いつもこうやって触って、自動だったから良かったけど、一生懸命こうやってやりながら
席を移動させてたのをもうここでこっちで勝手に調整できるっていうのがすごく魅力的。ここには100ボルト。なんかあった時のための。まあ、ちょうどここにバッテリーマークがあるからこういう風に挿すと充電になりますよっていう機能があったけど、やってみたけどなんか反応が微妙だった。普通にこれはコードで挿した方がいいかなって思う。はい、で今回手動装置ね。今回手動装置はまたいつも通りミクニ&オートさんの、いつも私が使っているメーカーさんの、今回はカーボン調のこの黒のデザインを入れて、まあ、馴染むようにしました。でやっぱりこうアシストがいっぱいつくようになったから、アウディの時よりね、高度な今時の技術がついたのでいいなと思いました。運転が楽になったなと思いました。お兄ちゃんのラゲッジスペースチェック行くよ。ビーン。今これが固定車、タイヤだけが外れてしまえるやつなんだけど、積み込んだ時にちょっとここ注意だなっていうところがあって、ここのアーム、スイングするアーム、これが結構落ちてくる。こういう感じ、例えばこういう風に置いちゃったりとかね、すると少しこう当たっちゃうの、こうやって。だからこれホイールを例えば曲げちゃったりだとか、またこのアームの部分に傷がついちゃったりとか、ちょっとここは注意点ですね。左右になります。真ん中に寄せて乗せるような感じ。ここを引っ張って、あ、これこういうこと。いや俺初めてだもんこれ。はい、お、いいんじゃない、これはいいぞ。余裕。ここでスマートドライブも充電できる。あー、めっちゃいいじゃん。スマートドライブも車で充電できる。車で旅行行った時、その災害の時とかにあるといいんだよね、モバイルで。なんかこれ発電機としての機能もあるからそれがいい。固定車の積み込みを一旦このセンターコンソールの高さとかを見るためにやってみます。まずこう動かして自分のいいところに調整します。で傷つけるような動きはしてないから大変だな、固定車こんなにある。いや車を大事にしたいなら多分固定車じゃない方がいい。なんか車そんなに気にならない人だったら別にどっちでもいいと思うけど、これをこのセンターコンソールから天井までの高さもある。こんくらい全然タイヤは通る。こう行く感じ。そうね、はい。もうちょっと下がった方が良かった。高さ的にこう、こんくらい全然いける。いや大丈夫、今置いてるだけだから。ここにもなんかタオルとか詰まってるの知った方がいいんじゃない？やるんだったらね。でこういう感じだから全然高さ的には別に問題はないのよ。はい、じゃあ折りたたみをやってみようと思いますね。折りたたみを今この車でやるの初めてというか、久々に折りたたみをやる。ちっちゃくしてコロコロってやるね。どうだろう。もっと椅子倒した方
どうなの？え？やっぱそこカバーかなんかした方がいいんじゃない？こう引っ込んじゃう。うん。貼っといて。取り出しできる。なんで今まで固定なの？固定車の方が自分で漕ぐ分には力がめっちゃちゃんと伝わる、歪みがない。体のためにいいのは固定車なんで、今回からだから車に乗るときは傷つけたくないから折りたたみにしようかなと思って折りたたみを持ってきました。新型クラウンのこれ新しくついた機能なのかな、なんか外車にはよくあるんだけど、イージークローザーあれついてます。これやってこうやってすると、あ、もうちょい行こうか、ウィーンカシャン。新型クラウンクロスオーバー紹介しました。今回はザンクレのシステムで買ったので、アウディを売ったお金を使いながら、あとはザンクレシステムで払っている分、私から一銭も出ずに新型クラウンに乗り換えることができました。トヨタのそのもう一個サービスとして、携帯にアプリを入れることによって、そのアプリでエンジンをかけたり鍵を閉めたりっていうこともできます。有料ではありますができるので、まあ、そういった部分もすごく乗りやすいし便利なところかなと思います。はい、ということでおなじみ車紹介をこれで終わりたいと思います。また次回違う車が来る予定なのでそれも紹介していこうと思いますので、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。